何が書いてあるのか分かりません。弱い SFG 威力を漢字で書けないはギリわかるよ。胃がでけえ、玉は多めってそれはお前が決めることじゃねえよ。こいつ動物描くの上手くね。クタのスタンプが。あれやるか、プロジェクト F デザインコンテスト、開催。プロジェクト F の新しい新シーズンが来ますと。でその新シーズンに際してですね、新武器をちょっとまあ可能な限り多く実装しようかなというふうに思ってまして、マジで実装する武器を募集していこうかなと思ってまして、今回実装する予定っていうのがちょっと弱い SMG と高威力高反動のアサルトライフル、スナイパーライフルとショットガンとガトリングガンととかを準備しようかなというところで、あとハンドガンかな、うん、カエルの子、何が書いてあるのか分かりません。まあこういう風にまあちょっとチュートリアルですけどね、どういうイメージも伝われば OK、 これは伝える力を競う回でもあるので、ね、このカエルの子はまあ要するにカスです、これカスです。まずこれがどの武器に属しているのかも分かんないし、これが何なのかも分かりません、はい、体を張ってハードル下げてくれたもうカエルの子でございます。これを一番最初に投稿することによって、誰でもあこいつよりはマシなものだったら俺でも作れるかもっていうことね、そうファーストペンギンをしてくれたんじゃないかなというふうに思います僕は。まあじゃあスティンガーっぽい感じね、はい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 、俺はなんかそれよりもこいつが書いた右下のメモのこのなんかこのなんかなんて書いてあるの、俺乳首って書いてあるの、これなんて書いてあるの、これこの緑の女の子が気になって仕方ないけどね、これなんだこれ、うんダルマコラボね、ダルマが好きなのかもしれない。おそ松な中学生の時に書いたやつです、中学校の時に書いたやつを今提出することある。こいつ時を超えて新武器コンテストに募集してたわ、タイムカプセルみたいなことしてきたんだけど弱いこいつプレゼン力低すぎるプレゼン力低すぎる弱い SMG は募集しました。ただ弱い SMG って書くとあなたの作品が若干良くないように見えます。あと上手書きで下のフォント激濃いテキストはやめてください。なんでストック畳んでんだこいつこいつなんでストック畳んだ状態で提出してきたんだはい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 、ちょっと近未来っぽい感じだねってことね。こいつ血汚ねえな、高威力の胃がどう、高威力の胃がいやまあ威力を漢字で書けないはギリわかるよ、威力を漢字で書けないわかるよ、胃がでけえ以前作った AR いいね、モデルね、これ確かにいいな。まあただちょっとグリップの部分がちょっともうちょっとなんかいい感じにしたいけど、なんかマガジンが出かけて大口径っぽいなっていうのも伝わってそうよ、うん、これいいですね。これ何パルって何、パルって何、これパッサン推しのやつが作ったってことこれ要するにパッサンのコラボスキンを作ってくれってことこれはAI で出力したイラスト、 AI ってすげえよな実際。いやこうやって見るとさ、やっぱり AI も高威力の DE みたいな銃っていうとこう下を伸ばす感じの傾向なんだろうね、こうやって AI イラスト確かに。あーこれなんだっけ、なんかこういう銃あったよね、弾は多めってちょっとおもろい、弾は多めがちょっとおもろい、それはお前が決めることじゃねえよバランスを決めようとするな。あーこれかっこいいね、このフォルダーみたいなやつね、これかっこいい確かに、うーんシンプルで、あまあヒプルレだなちょっとこれさっきと一緒のやつだなヘルシックこいつ天木プルフの出してきた、パッサン出したあとプッサン出してきたアイクオーエースがくるくる回るんだね、なんかカルビ要素だけ薄くないカルビ腰にあるぬいぐるみ、あのマルチョーな、マルチョーの股間の下が出てくるようになってんだこれ、カルビは AK っていうのがちょっとカルビっぽいけどな、やいちゃおう待ってカルビ以降がもうあからさまに手抜きになってる、カルビ以降がヨイチナチョネコがあからさまに手抜きになってるぞ、これこのストックの後ろ側にあるさやつが垂れてるやつ、
これはね結構いい。なんでこれがいいかっていうと、 FPS 視点だときにこのリボンは描画しないんですよ。だから購入したときにこのリボン可愛いから動くんだけど、実際自分が持ったときこのリボンは描画しなくていいんだよね。コストが低くここポリハイポリにできるっていう。で三人称視点の時は別にこのところは結構弱めに作ってもいいから、ポリゴン数雑魚めに作っても問題ないから、これはね結構いいかもしれない。ストックにこういうのがあるのは。これさっき見んかった改良版改良版投稿んじゃったら前のバージョン消せやそうでスタイル力が雑魚すぎるそうでじゃねえんだよ、そうでじゃねえんだよこいつ動物描くの上手くね。ケツスタンプがクタのスタンプがカルビが食べたもので作ったバーなんだお前はこいつだけなんか別のことしに来てないお前何しに来たのあーはい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 、まあこういうのでもいいけどな。あほやあほやあほやちゃんと金玉マガジンだしマガジンがちゃんと金玉マガジンお風呂に入りたくない陽一ってことでしょ青すぎるこいつだけマジで別のことしに来てる俺は UMP モデルスタイリッシュ丁寧と安定性って言っちゃったなんだこのなんだこのスタイリッシュってなんだスタイリッシュ超かっこいいストック超かっこいいストックってお前かよこのマガジン好きってなんだよほんでなんか数学のテストみたいな物理の問題見てたぞなんかめっちゃ理系みたいな問題見た目が弱そうな SMG いや分かるんだけどさでかくねなんか持ち方かわいい手かわいいな持ち方こうやって弱そうすぎるだろにしてもお前のは SR じゃないからねこれなんで SR って言ってんの俺お前はスナイパーライフルについて学び直してこい高木真嗣お前さ高木と真嗣だけお前まとめて送ってくんなよ名前を出してはいけない人の杖アウトじゃねえかじゃあボルデモートの杖出したらアウトじゃねえか普通に奇跡も魔法もあるんだよキンキンなんだよこれあこのデザインいいかもな。まあちょうどいいデザインかもしれない実際高木と真嗣もいいてもうええて高木と真嗣の SG 顔が吹き飛ぶため ADS できない高威力ハンドややこしい難しい難しい本当に難しいもう分かんないADS したら顔がなくなるってちょっと本当に分かんないこのローポリ黄色やめろほんでこの四角が多いためローポリのこの黄色やめろおもろいからあ、ほんとは3で飛び出てるなんかタンポ見てな3でなんかタンポ見てなもん飛び出てるぞなんだこれどうなんだこれちょ待ってマジで分かんないんだけどどうなってんだこれ本当に分かんないんだけどなんか心なしかタンポに見えたらさこの左右対称のこのデザインが完全にもう子宮に見えてきたんだけど俺なんかあのよくある保健体育の授業で見るあの子宮のあのあれこんな感じだったの確か女性の解剖図のやつ完全にそれだろデザインこれカジキムケイバナムケバナナやめろチョコバナナやめろはい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  AK はねこっち系になると思う多分 AC とかそっち系のデザインに近づけるかな SR あーいいねこういうね感じねこれこいつ絵うまいなショットガンっぽいやつ5分で描いたから許してあいやね何個かね参考になりそうなやつあったからうまく混ぜてちょっと作るわ
まあ一応最優秀賞だけ決めるか。真面目にやってくれたやつにちゃんと評価すべきだし、ふざけたくれたやつも評価すべきだから、最優秀賞2つ出すわ。参考になったっちゅうのはカルビのやつか、あとはやっぱ伝える力とかも込みで言うと、これはかなりあの参考にしやすそうだなって。これちょっといい感じにいじったら、いい感じにその攻撃力 AR で AK っぽくもなくていい感じになりそうだなと思った。これは確かにふざけたやつで言うとコタかな。圧倒的にコタだな。うん、コタかマジで。かわいすぎる。マジで絵うますぎるこいつ。こいつはヤバいやつ賞あげるよ。うん、お前にはヤバいやつ賞あげる。うん、ヤバいやつ賞、略してワイワイ賞あげます。君には、うん、バギナガン。バギナガンやめてくれ。これマジでこれ本当にこれだけガチでこれだけはどうなってんのか本当に構造が理解できないんだよね。あとさ、前の持ち主の血がついてるって書いてあるけど、前の持ち主の血がついてるってことはやっぱりこれ本当にバギナガンなんじゃないかこれ。